はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。バイクねの方にちょっと荷物を積むためにね、ケースを買ったんですけど、後ろにねこう積む箱みたいなのを、それをね、取り付けるためにも、まずリアキャリアがねいるんで、それをね買いました。メーカーはねエデュランスね、エンデュランスかな、エデュランスでいいかな、っていうところのパーツを買いました。型番、これ見えるかな、こんなやつで、税込みで言うと2万円くらいかなの、ものなんですけど、メーカーがね、もう一個のメーカーもなんかあったんですけど、こっちの方がね、結構丈夫だということで、レビューが上がってたんで、これにしたんですよね。で、あとは何ていうか、後ろにね、乗せることはあんまりないと思うんですけど、誰かを乗せた時でも、持ち手がね、このキャリアをつけるとつくので、それもいいのかなと思ってね、買いました。とりあえずね、頑張って、ちょっと自分でね、つけてみようと思いますので、ちょっとそこら辺はね、タイムラプスの方で見ていただこうと思います。まずはね、ちょっと開封をしましょうか。ね。では、ちょっとお待ちください。はい、じゃあ、開けていこうと思います。って言っても、多分、キャリア、本体とネジとか、そういったものが入ってるだけだと思うんです。こういうやつをね、自分でつけるっていう時には、説明書がね、詳しいものが入ってるかどうかが重要だとは思うんですけどね。自分でできるかどうか。説明書。これだけかな。これもね、これ迷彩かね。こんな感じ、裏面は何もない。取り付けの容量は、ここに載ってるような感じですかね。ここから、地面に。これだけ見ると手順的にはそんなに多くなくて、簡単につけれそうかなと思いますけど。で、物自体は、ということで、物的にはもうシンプルですね。キャリア本体と、で、取り付け用の、さっき説明書でね、ちょっと見たところに出てましたけど、ステーと、あとネジということで、じゃあね、とりあえず、今から、バイクにね、取り付けをしてみたいと思います。はい、どうも皆さん、今ね、キャリアの方ね、取り付けが完了しました。キャリアだけの取り、今からね、バッグを取り付けていくんですけど、リアケースっていうんですかね。一応ね、キャリアの取り付けだけで、21分くらい。見えないか。21分くらい。ね。ということで、わりかしね、簡単に早く取り付けができたんじゃないかなと思います。なんていうか、工具がね、最低限の工具ないとちょっとできないとは思うんですけどね。もしね、時間あって、やってみたいなという方がいてたらね、もしよかったら自分でね、やってみられてもいいかなとは思うくらいの範囲です。ちょっとね、リアの、なんていうんですか、フェンダー部が、完全に外れちゃうような感じなんで、僕はもうそのままね、無理やりやっちゃいましたけど、
まあ、もし地震がなければちょっと紐かなんかで固定すればね、もうちょっと作業はしやすくなるのかなと思いますけど、まあ、そんなに手間はねかからないんで、そこら辺もできると思うんで、まあ、時間的にはもう30分、苦手な方でもまあ1時間くらいあれば十分取り付けができるんじゃないかなというふうには思います。はい、リアキャリアね、こんな感じになってます。もうボックスもね付けた状態でということになりますけど、一個はとりあえず止めてるとこはねこちらの方もう見て作業を見ててねなんとなくタイムラプスで分かってると思うんですけど、この後ろ乗る人の足を置くとこね、この後ろ側で止めてます。であとはね見えるかな、この奥にボルトが4本、止まってます。これでこのステーね、これついてたやつですね、もともと4本このリアのフェンダーをね、止めるためについてるやつですね。これを抜いて、で、ついてたボルトのやつをね、こう刺して、これを固定して、それにつけると。だからそんなにね、ややこしくないですね。だからこのステー自体を固定してるのは、この両側についてるネジ、4本。ね。だから、あとはまあ、車体についてるのはここ1本と、ここ4本ついてる感じです。かなりしっかり、ついてると思います、はい、で後ろに乗った人がね持つ持ち手もここについてるんで、まあ、ここかなり良くなったんじゃないですかね。こういうふうにね、うん、しっかりついてると思います。はい、そんな感じです。ではでは、そしたらねとりあえずこの動画は、リアキャリアね、取り付け編ということで、またね、こういう、ガジェットじゃないな、今日のはもうバイクになっちゃってますけど、まあいろいろ僕が興味があることについてね、動画作ってますんで、またね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。